マリー・ジョゼフ・カロリーヌ・エレオノール・フランソワーズ・グザビエル・ド・サクスは、フランスの王太子ルイ・フェルディナンの2番目の日で、ルイ16世ら兄弟の母である。ポーランド王及びザクセン先帝公、アウグスト3世の娘で、ドイツ語名は、マリア・ヨーゼファ・カロリーナ・エレオノール・フランチスカ・クサベリア、フォンポーレン・ウント・ザクセンとなる。1746年、フランス王ルイ15世の長男で王太子の、 ルイフェルディナンは、スペインブルボン家出身の繊細マリーテレーズ・ラファエルド、ブルボンと結婚後1年余りで死別した。一女マリーテレーズが残されたが、次の四つぎとなる男子がなかったため、王太子は、急いで再婚する必要があった。しかしルイフェルディナンは亡き妻を悼み、再婚に、消極的であった。スペインをフェルナンド6世は、ラファエル妃の代わりに、別の妹のマリーア・アントニア王女を、 ルイ15世に進めたが、これは断られた。ルイ15世の政治に強い影響力を持っていた王の長期ポンパドゥール夫人が、オーストリア継承戦争で、ザクセンとの同盟を強くしたいと考えて、ザクセン選定校家の娘であるマリア・ヨーゼファとの再婚をまとめようとしたからである。マリア・ヨーゼファの祖父アウグスト2世と、父アウグスト3世は共に、 ルイフェルギナンの母方の祖父スタニスは不一世、レシチニスキとポーランド王位を争ったという因縁のある間柄であった。一方で、マリア・ヨーゼファの姉、マリア・アマリアはナポリシチリア王、カルロの日であった。外交的には好ましいこの縁組は、ルイフェルギナンの母である王妃、マリー・レクザンスカの強い反対にもかかわらず、進められ、1747年2月9日、 マリア・ヨーゼファとルイ・フェルディナンは結婚した。フランス式に名前を改めた、マリー・ジョゼフは振動に、前妻のことを無理に忘れる必要はないと声をかけた。このような事情から、嫁と姑の関係はしばらくギクシャクしたが、二人にはカトリックの信仰が深いという共通点があり、国王の宝刀になじめないという点でも似たところがあった。マリー王妃の父の追悼式の際には、 スタニスワフ元国王のメダルを首にかけて出席し、シュートメとの関係を改善した。王太子夫妻は、ベルサイユを離れて、別邸で生活することが多くなった。マリー・ジョゼフは、夫との間に五男三女を設け、長男ブルゴーニュ皇類とアキテーヌ公グザビエが、養成したため、三男ベリー公、ルヨーギュストが代わって王太子に立てられ、1774年に、 ルイ16世として即位することになる。しかしルイ・フェルディノン自身は1765年12月20日に、不王に先立って死去した。マリー・ジョゼフも2年後の1767年3月3日に、ベルサイユで死去したので、息子の結婚や即位を見ることはなかった。後に、フランス革命を経て、4男プロバンス博ルイ・スタニスラス、イツオアルトア博 シャルル・フィリップも大いにつくことになる。ルイ・フェルディナントの間に五難三上を設けた。ありがとうございます。